ました。Bちゃん、ミッドフィールドでボールを取りました。ベック、ボールを運びゴールに襲いかかります。Bちゃん、ベック、エスピノサ、再び戻す。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。さあスタジアムのテンションが上がります。打った、強烈なシュートにキーパー反応しました。きれいなタックルです。クロスを出した。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。レフェリーはプレーを止めません。流しかけましたが、やはり止めました。ファールです。スライディングに行きましたが、完全に足がかかってしまいましたね。これはしょうがないですね。キャッチです。ヘッドでつなぎます。勝負どころと見たか、前に飛び出します。コロンボ、Bちゃん、危険な位置です。緊張感が増してきます。ファールを取りました。ボールは逆サイドに流れます。ボールが中盤でカットされました。このシュートはさすがに強引か。パスは頭でつなぎました。コロンボ、
持ってきました。エスピノサ、これ来た。ボールの動きが激しい。前半終了です。未だスコアレスです。ハーフタイムを互角と言っていい内容で折り返すことになりました。堀池さん、はい、お互いチャンスありましたがゴール前でちょっと慌ててしまいましたね。まだ前半が終わったところですし、まだまだこれからですね。後半の45分始まります。ベック、チェンジ、中を使うか、サイドをえぐった、そのまま返します。クリーンなタックル、ボールを奪いました。上がった、キーパーにボールが収まります。になりました。フィールドの中盤でボールを奪いました。攻守の切り替えが大事です。ボールを運びゴールに襲いかかります。ベック、ミッドフィールドでボールを取りました。エスピノサ、このパスはいけません。タッチラインを割ります。ボールを中盤で奪いました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。なんとかわしました。ジャンプしました。サイドを変えます。
終盤でボールをカットしました。テイラーボールを奪いに来ました。ボールはゴールキックに変わります。ディフェンスが処理します。狙っていった、入った。別の角度からご覧ください。後半になってようやく試合が動き始めました。ベッキーボールは再び足元へ戻されます。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。ベック、緊張感が増してきます。ゴール、試合が振り出しです。ビーチャイ、コロンボ、見えてます。ヘディングでパス、スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。ビーチャン、形でゴール前まで持ってきました。この時間でのセットプレーは重要ですよ。素晴らしかったですね。決定機を逃しませんでした。すごいアシストですね。当たったようにボールが入りました。これは止められます。
ビーチャン、ぶつかり合っています。テイラー、このホイッスルで試合終了です。